この辺り一帯を岡崎公園と申します。京都市動物園、京都市美術館、宮古メッセ、ローズシアターなど一大文化ゾーンとなっております。右手の高い石垣ございますが、その上には京都市動物園になっております。こちらは東京の上野動物園に次いで2番目にできました、動物園です。最終清掃のご成功を祝しまして開園いたしました。それでは最初の橋ですね、まずは屋根が降りてまいりますのでね、ご注意ください。OK、です。大丈夫でしょうか。ここまでです。皆様頭は大丈夫ですか。かなりね降りてまいりましたけどね、これでもね橋桁ギリギリのところをね通過してまいりますので、ね、きれいに咲いてます。右手の石垣の上ですね、茶色い建物が見えてまいりましたけれども、こちらの方が京都市美術館になります。こちらも東京都美術館に次いで2番目にできました、大規模公立美術館です。現在ですね、モネ展、ルノアール展が開催中でございます。ある方はね、ぜひご覧おいでください。その左手ですね、大きな朱塗りの鳥居が見えてまいりました。平安神宮の大鳥居です。ですね、高さが24メートルあります。平安遷都1100年祭の記に祝しまして、あの鳥居の方が建造されました。また平安神宮ですね、京都遷都を行いました50代桓武天皇が祀られております。左手前方ですね、屋根の上に八角の塔を要しました、ちょっと面白い建物が見えてまいりましたけれども、こちらの方が藤井済生館有林館と申します。地設美術館ですね。こちらの方は滋賀県の実業家藤井善輔が、収集いたしまして、中国の古美術ですね、陰から真の時代までの古美術を集めまして、美術展示しております施設美術館になります。こちらの方は、毎日の開催ではございませんで、月に2回ほどですね、日曜日に開館しております。なんかとても珍しいものも多数展示してあるようです。こちらの方でね、右手の方に曲がってまいります。右手に、見えます大きな建物は京都市環境課愛称宮古メッセと申します。またですね、前方に橋がございます。橋の
左手たもとですね、たもとに、建物ございますか、茶色い建物が細身美術館でございます。リンパや若冲など日本美術のコレクションで知られている美術館です。でこちら、最上階の茶室国安から東山が連邦できます。それでは再び屋根おりますのでね、ご注意ください。はい、進路 OK です。